久保さん一人社長にしましょうか。一人社長。まあ、久保さんも一人社長だとは思うんですけど、まあ、わがままに生きるためには、一人社長になるべきですね。もうこれ、わがままに生きれますよ。一人社長だと。これ、従業員がいるとなかなかわがままに生き無理なんですよ。難しいんですよね。でも、一人社長だと、一人しかいないんで、しかもし社長じゃないですか。決定権自分にあるし、相談しなくていいし、 自分の会社をどのように経営しようか、誰にも文句言われないですね。だから多分ね、わがままに生きる、もう、もう、手段としては、一人社長しかないんじゃないかなと僕は思うんですよね。誰にも左右されないっていう。ま、久保さんはどう、と <laughs>、あの、わかると思いますけどね。あの、スタッフがいた時の、あの、不自由。スタッフがいるけど、不自由みたいなね。 スタッフがいるのに不自由っていうね。何なんでしょうね <laughs>。まあだから僕はもう、あの、絶対死ぬまで従業員とかバイトをね、雇うことはないと思いますね。うん。そう。まあ気が変わるかもしれないですけど、気が、これはね、変えた、変わらないですね、多分ね。多分、その従業員とかバイトを雇うんだったら、自分のコンテンツを売って教育していくっていう。 商品を売ってお金をもらって教育していくサポートしていくっていうのはし,しますけど給料を毎月払って教育していくっていうのはや,いや多分や,んい、ねうん、やらないですねうんやらないですねうんそう久保さんもやらないでしょ従業員とバイト雇いたいですか死ぬ前までにまあ君こ,これ考え方が変わるかもしれないですからねうん 僕も考え方変わんのかなでもね、ガナリさんに言われたんですよ、た久保さん。あの、相談してるときに。いや、君みたいなね、というか、自分でこう稼げるような人が、その稼げないやつを、あのー、雇ってやんないと、誰がああ、あの、あいつらに飯食わせてやるんだ、みたいな。俺たちの、えー、役目ってのがあるんだよ、みたいなね。やらないといけない役目があるんだよ、と。お前も、あのー、あのー、なんだ。 そういうそのなんだ、従業員雇うとか、まあそういう、なんか、なんか、なんかそういうアドバイ,ドバイスというか、助言というかね、なんかいただいたんですけど、<laughs> まあ、まあ確かにた、確かにという部分もあるんだけども、いや、僕やりたくねえな、みたいなね。<laughs> まあ、た、確かに、まあ、ガナリさんの言うことはね、一理あるんですよ。多分そのね、僕が一人社長いいですよ、つってもね、まあ、社長になるのなんて一部なんで、マジで。 みんなやっぱ給料をもらって生きていくっていうのは結局そっちに行くんでじゃあその給料を上げる側がいないと <laughs> 成り立たないですよね、うん、って話なんでさあだから世の中は給料を上げる側と給料をもらう側がいて給料をもらう側が圧倒的に多いですからでもその給料を上げる側がいないとその給料をもらう側はどうやって生き延びるんだよって話じゃないですか。 そうなんだけどなぁっていうね。うん。久保さんはどうっすかね僕はでもね、まあ、かなりさんに言われたけど、うーん、それを負けたくない、変えたくないなと思いましたね。<laughs> まあ言ってることはね、まあ的を得てたんで、確かにっていうのはあったんですけど。うん。でも、給料を上げること、まぁ、あ、<laughs> まあお金ないとね、まあ、生きていけない部分はありますからね。うん、まあ、僕は、あの、最後まとめるならばあの、レベゼン地球さんっていう人がいて、フォックス地球、今変わったのかな、名前。その人が一言言ってたのが、ファンは大事だけど、僕はファンのために生きていないっていう言葉をね、あのどっかの動画で言ってたんですよ。 ファンは確かに大切だと、大事だと思ってる。だけど僕はファンのために生きていない。だから自分がこうしたいと思うことに向かって、まあやりたいんだ、みたいなことを言ってたんですけど、まあそうだよなと。<laughs> 僕もお客さんのために生きてるわけじゃないので、自分のために生きてると。タイ,あのタイトルは自分のために生きるですね。言ってらっしゃい。